究極のカードバトルエンターテインメント、それがバトスピエクストリームゲーム。バトスピエクストリームゲームはユーザー3人で結成されたチームで出場。挑戦者はエイジスステージ、ガーディアンステージ、キングステージという3つのステージに挑む。エイジスステージではチームの代表者2人がエイジス2人とそれぞれ対戦。勝敗に関わらず次のガーディアンステージに進むことができる。6人のガーディアンから選ばれた3人と戦うガーディアンステージでは、通常は対戦相手のガーディアンがランダムで決められるが、エイジスステージの勝利数に応じて対戦相手を指名することができる。ガーディアンステージは勝ち抜き戦となり、3人のガーディアンに勝利すればキングステージへ進出。ただしガーディアンは1人1回ずつ使うことができる特別な効果を持ったエクストリームカードを持っている。最後のキングステージは挑戦者の代表1人とキング木山による一発勝負で行われ、キングに勝てば賞金100万円、負ければ賞金はゼロ。前回、初戦はガーディアン選べるので黄色のガーディアン指名してきたということですね、はい、ガーディアンステージ第1試合はリーダーチキンカツが黄色のガーディアンヤッキーに勝利。こちらフラッシュはありません。フラッシュないです、はい、はい、ライフで打てます。決まりました。ありがとうございます。ありがとうございました。この一人目にリーダーが行くっていう、はい、この采配どうでしょう。結果論じゃないですけどもやっぱ合ってたかなと思いますね、はい、やっぱこれでメンバーも少し気が楽になったと思うんで、このまま勝ち続けていきたいなと思います。ではガーディアンステージ2試合目です。はい、エイジステージで1勝しかしませんでしたので、はい、指名権はありません、はい、なので赤のガーディアン新井さんか白のガーディアンしくりさんをランダムに選んでいただきます。はい、はい、ではどうぞ。タムリーダーちです。じゃあもう1回見させていただきます。おお、なるほど。続いて挑むガーディアンはこちらです。白のガーディアンで希望は赤が行きたかったんですけれども、熱い展開を最後に残してこのままちょきちょきっと勝っていきたいと思います。対するシュクリは今回使うデッキは奇獣デッキです。今回用意した奇獣デッキはかなり感触いいですね。これ以上の現状の奇獣デッキは用意できないなというぐらいにはクオリティを高めてきています。まずこのマシンミラージュっていうミラージュからスタートするデッキなんですね。このセット中の効果でデッキからミラージュカードをノーコストで張り替えては張り替えてはを繰り返して欲しいミラージュを集めていく、まあ、そこからあとはもう白なので、あとはもうそのパーツさえ揃ってしまえば新しい天聖 X レアっていうアークテレックスですね、まあ、これがミラージュカードをノーコストでセットできるので、まあ、ここでエクスターナルワトゥーなどなどの強力なミラージュをセットして転生してしまえばダブルシンブルになって幻想光4色。幻想光この今シーズンで初めて登場した効果なんですけど、ブロックされないっていうのが当然のようについていて、その上で重装甲と同じような性能を持ってるんですね、まあ、なんでこいつさえ出てしまえば白マシンとか合体してしまえば4点シンボルだったり、ちょっと楽しい奇獣デッキをね、ミラージュを使ったデッキを見せてみたいなと思います。エクストリームカード使わなくても OK ですもんですかね。あー、エクストリームカードあるんですよね。まあ完全提では来てないので、まあ、使わずに勝つじゃないですかね。リーダーチキンカツ、ガーディアンステージ2連勝なるか。ガーディアンステージ第2試合、先行4人よれば文字の知恵チキンカツさん、後攻白のガーディアンシクリ。ゲートオープン、開放。お願いします。では先行いただきまして、どうぞ。スタートステップ、コアステップなしで、ではドローステップのタイミングで。初戦素晴らしい勝ち方を見せたチキンカツさん、このカードを破棄することでドローマイス、さあヤウンハールですね。ドローステップ時に破棄することでドローマイスプラス1します。2枚とで、これでメインステップ入りまして3コスト、
ゼロ経費の3コストでさまよう甲冑、さまよう甲冑を召喚します。はい、召喚時効果で1枚ドローで、はい、なるほど、ドローできてますね。では、はい、これでアタックステップがないのでエンドステップターン終了です。ではこちらさあ、はい、白のガーディアンシクリ、シクリさん今回持ってきたのは奇獣ということで、ではアルテミスの体重神殿8、体重神殿から、はい、続けてミラージュ、コズミックシルバーセット、はい、あーいいですね。では、これで、エンドステップまで、はい、でコズミックシルの効果、はい、自分のエンドステップ、シンボルが一気に増えますもんね。自分のデッキを上から2枚オープンできる、はい、出るか、その中のさあミラージュが、ミラージュ、あ、出た、あ、ありました。このミラージュを手札に戻すことで、こちらマシンミラージュ効果の土の中でセットします。はい、濃厚性セットして、はい、残ったカードは、デッキの下に、はい、これすることによってどうなるか、これでターン終了です。はい、これ例えば結構重たいミラージュを持つカードがあったり、スピリットカードがあったりするんですけど、それを貼って次のターン張り替えれば手札に来るんですよね。あ、なるほど、はい、あ、再びヤムハール、道路を促進しますね。事故っとんかな、事故ってるんやったらまあ、うん、しゃあないけど、しゃあないレベル、レベル2に上げます。はい、3コスト、地球2コスト、騎士と機械のグランスコを配置します。これが来るといいですね。はい、強し、おい、OK、強い。さあ走行が、ここで重装甲を白ばらまけますし、はい、アタックするべきかな。さあ悩みどころですね、1点切るかどうか。うん、まあ、相手3シンボルありますんでね、ここは慎重にいきたいところ。うん、どう来るか。そうです、そうでした、久しぶりで忘れてましたけど、久しぶりに聞く、シクリさんはちょっとおしゃべりなタイプでしたね。シクリ節と、とは言うても最高勝率を誇るガーディアンですからね。そうですよ、入りましてさまようかと、ここは鏡アタックいたぞ、アタックしました。しちゃおうです。ではライフ受ける、はい、何か提示とはないです。はい、こちらもないので、これで1点は削りましたね。ターン終了です。はい、ではこちらのターン、ここでの1点大きいですね。ドロー、はい、バーストをセット、はい、おーバースト、そして最終的にレベル4、はい、さあこれでシンボル3つになって、リーディングフォリックスを召喚します。はい、リーディングフォリックス、レベル2の効果でシンボルが増えているので、はい、1コスト、では気候圏奇襲ドック召喚、うわ、奇襲ドックだ、はい、奇襲ドック、なるほど、奇襲ドック、これでアタックセップ、はい、リーニグオリックスでアタック。お、アタック。ここは1点取れました。フラッシュはないです。はい、こちらもないです。で、1点、はい、ライフで受けます。はい、これでアタックステップを終了して、リーニグオリックスの方が、はい、自分のアタックステップ終了時、自分のフィールドに白以外のスピードアルティメットネクサスがないとき、はい、ドローステップを行う。単価しか使え、はい、ドローステップでドローします。はい、さらにマシンミラージュの効果。はい、そして、自分エンドステップ、はい、マシンミラージュの効果で、また2枚を出します。はい、魂に出します。手前に戻すことで魂に出します、はい、で残ったカードは下に、はい、もう一個上のレベルの何かが欲しかった。そうですね、ちょっとスタートステップ、コアステップ、3コスト、1軽減、2コストしちゃって紫の世界、配置時1枚だ、はい、1枚だろう。この配置に対してバーストございましたら、手札が6枚ないです。ナースフォルを3コスト、はい、支払って、さあこれで赤、白、青、紫の装甲、はい、ではさっきに対象が出たんでリリースを行います、はい、では召喚時効果でボイドからコア1個、このスピリットにおける、そして紫、あとでラッシュ1枚ドローで、はい、なるほど、バーストはないです。はい、バーストない、バースト1枚、そう、バーストだった、コアを入れるかな、これでアタックステップに入りまして、はい、エンドステップターン終了です。ターン、ではこちらのターン、コア、あまりね、奇獣にもターンってあんまり上げたくないんですけどね。では白魔人でしょうか。お、白魔人、これで一気にシンボルを叩き込む気だ、はい、召喚しこうか、コンブレイの召喚し、相手のネクサス予想できなしに戻すなので、はい、紫の世界を下に戻したいです、はい、じゃあフィールド離れるとき、はい、ソウルカーを置いて転生できるので転生します。確かにシンボルはなくしたくないですね、うんうんうん、
転生時効果は対象取れませんが、カウントが1つ追加で転生時効果でトラッシュにある紫、期限を持つ紫色の2枚につき1個トラッシュに置くんですが、対象が特にないので転生時効果特にございません。はい、バーストも大丈夫ですか。そうですね、バーストグレイブの召喚時効果消えた。これでここでバージャー当たりそうを使うと大変なことになる。そうですね。ではバーストを提示します。と開いてしまったぞ。そうです、はい、開くんですね。ブレイブの一度に二度ドローは強制なので、はい、コア3個これやばそう。ただ白装甲を貼ってるんで触れないんですかね。ただ手札ですよ。そう、手札は多分切られる、はい、手札全て切られてしまう。なるほど、ですね、はい、なるほど、ですね、2枚ずつして解決。忘れていたぞ。これは発生がなければ、はい、しまった。収録がはいいますので、全部なんお互いの効果で、はい、一緒に2枚ドローしたとき、はい、その効果を発揮した持ち主のスピリットアルティメットネクサス手札すべてをデッキの下に戻す。はい、緊張しすぎだ。提示してしまったからしゃあ、やばい。では、はい、キシュドックの2枚ドローしてしまったのだ、はい、キシュドックの効果発揮します。まあ、2ドローしたので、持ち主のスピリットアルティメットネクサスってください、はい、紫の悪魔神は対象に取られて、装甲、はい、白装甲、白装甲なので、根源回帰、はい、じゃあ根源回帰したいです。はい、根源回帰で2コスト支払うことで配置効果で1枚ドローいただきます。では手札戻す待機状態の手札すべてをデッキの下に戻します。なるほど。ロジケが一番下で、一番下で、まあ、そのままそれ重ねてもらって、はい、ドラゴニックラー、ドラゴニックラーさが、せっかく引いたのに、グランオーデン、はい、グランオーデン、はい、かしこまりました。これは辛い、これは辛いですね。これで解決したので、ナゾルをトラッシュに送りまして、はい、ではそちらの方で、はい、では、リーディングリックスが破壊されました、はい、どうなるこれ。紫の世界のこの子が記号根源回帰によるワンドローだけでどうにか手札1枚は残しましょう。そうですね、召喚してリリースだけ行います。はい、さあとんでもないことになってしまいました。こんのではちょっと手当ていたい、ケアレスミスでしたね。はい、もったいない。しかもドアもないという。そうですね、成功基準エクスターナルバッテリー、なんとダブルシンボルのスピリット。OK、はい、さあこちらレベル2、3の効果は幻想光、紫、白、青、このスピリットはブロックされず、はい、相手の紫、白、青のスピリット、ブレイブ、ネクサス、マジックの効果は受けません。これは4つになってしまいました。はい、はい、エクスターナルワトゥでアタックします、はい、エクスターナルワトゥは幻想光、はい、紫、白、青を持っていて、はい、このスピリットはブロックされず、紫、白、青のスピリットのブレイブ、ネクサス、はい、マジックの効果は受けないです、はい、4点シンボル、はい、ブロックされない4点、4点シンボル、これですね、いきなり基準は4点になるんです。白魔人のブレイブアタック時効果はいますが、白装甲を持っているので、はい、ちょっと効かないです。はい、夢に出てくるやつです。ないです。4点で、はい、4点ライフでいきます。決まりました、ありがとうございます。さあお二人お疲れ様でした。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 おめでとうございます。ありがとうございます。ね、急なちょっとね勝利だったんですけど。そうですね、はい、奇襲ドック強いですね。強いですね。油断を誘えるたっていうのがすごいですね。ちょっと効果を失念してると怖いですね、これはね。そうですね、やっぱりね、うん、チキンカツさん、はい、いやちょっと痛恨の、そうですね、ありえないミスをしてしまいました。しかし初戦がね、はい、あの見事な勝ち方ですから、あとは仲間2人を信じてチームとしての勝利を目指します、はい、素晴らしいね、仲間ですから、はい、じゃあ、はい、続いての挑戦者参りましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめん、ごめん、そのための3人チームやから、そうや、痛みで戦ってないから、まだ白のガーディアンシュクリさんは立ちはだかっているので、はい、次戦うのはどなたでしょうか。はい、僕が行きます。ピエロさん、はい、なぜですか。いや、やっぱり白に対して殴り勝てるのは僕のデッキかなと思うので、はい、リーダーのチキンカスさんも
戦いの直後ですけど、はい、その辺はどうですか。いやでももう勝つ自信あるので任せとけって感じですね。はい、いやもう頼もしい限りです本当に。チャレンジャーに立ちはだかる白のガーディアンの壁、チームの結束力で打ち破れるか。ガーディアンステージ第3試合、先攻4人よれば文字の知恵ピオーネさん、後攻白のガーディアンシクリ。ゲートオープン、開放。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では先攻どうぞ。スタートステップ。さあ初戦でドロステップ、トキ君に勝利したピオーネさん。はい、リフレッシュ飛ばしてミーステップ。では2コスト、デメテールはいいスタートだ。グランウォーカーデメテール、はい、なるほど。はい、します。デメテール同盟のカードがないので3枚ココアチャージ。リーラ、リルラ、デスモポロス。では対象が2コア、ココアチャージをしました。はい、これでアタックステップないのでエンドステップターン終了です。ではこちらのターン、10対ドーマーという形になりますが、はい、時間かければかけるほど届かなくなりますね、ドーマーには。では気候圏奇襲ドッグをしようか。奇襲ドッグ出た。コズミックシールをセット、ミラージュ出て、はい、アタックステップ、お、はい、奇襲ドッグでアタックしました。アタックしました、はい、フラッシュは、フラッシュはないです。ないです。ではそのアタックはライフで受けました。特に何もないです、はい、ではエンドステップ、カズミシールの効果で自分で2枚オープンします。ミラージュがめくれるか。その中にキシュードッグ効果が使われて、コズミシールからコズミシール濃厚性セットしてシールが戻りました。これでターン終了です。ではスタートステップ、コアステップ、では4コスト、森の司祭メルガを召喚します。はい、では対象のカードが出たのでグランウォーカーデメテールにコアチャージをします。はい、さあ召喚時効か。メルガ召喚時効か、デッキ上から3枚破棄できる、破棄します。はい、うん、はい、でその後自分のトラッシュにあるカード名グランウォーカーデメテールか、早速ドーマー持つコスト5以上のスピリットカード1枚手札に戻します。はい、豊穣の女王神テスモポロスを、テスモポロス、はい、対、手札に戻します。では続けてグランウォーカーデメテールのグランスキル、グランスキルを使います。はい、デッキ上から2枚破棄して、下から1枚ドローします。ビーナが、はい、ビーナ落ちていきますね。事故ってんな、ちょっと弱いか。では、2金コスト1軽減、1コストでグランウォーカーデメテール配置します。はい、アタックに来るかどうか。ではアタックセップ、メルガでアタックします。うん、アタックいった。はい、さあ1点取りに来ました。こちらフラッシュないです。フラッシュないです。はい、ではライフで受ける。はい、お互い1点ずつは現象時何かありませんか。ないですね。はい、ではエンドステップターン終了まで、こちらのターン、ドロビーディングオリックス召喚。はい、了解です。ではビーディングオリックスを召喚。もう一枚、はい、それではアタックステップ、アタックステップに入りました。なんだろう、ビーディングオリックスでアタック、はい、アタック、アタックいった。レベル2の方からアタックしたか。手札からいきなり約束の魔女エルネーゼなど飛んできたりする可能性もありますからね。はいはい、ではフラッシュタイミング、フラッシュタイミング、手札からこれですね、エルネーゼを召喚します。なるほど。さあフラッシュで相手のアタックステップに使用できます。手札にあるこのカードは召喚できる、はい、この効果で召喚するときに自分のトラッシュにある系統期限を持つ木のカード4枚までをゲームから除外することで、うんうん、除外したカード1枚につきこのカードのコストをマイナス1します。はい、なので4下げたら3にできるってことですね。この効果で召喚したときこのターンの間相手のスピリットアルティメット3体はアタックできません。トラッシュにあるこの4枚をゲームから除外します。なるほど、後続も止めてきましたね。コストが、マイナス4されましたので3でレベル2、3でこのスピリットのアタックブロック G ターンに1回自分のデッキを上から2枚破棄し、ボイドからコア1個自分のライフに置くということで回復まで可能ですね。まあ、レベル2にしてそうですね、レベル回復後にしておきたいっていうのはあるかもしれません。ありますよね。ちょっとではレベル2で召喚します。あ、やはり、はい、そうしますか。
この効果で召喚した時、このターン相手のスピリット3体をアタックできない状態にするので、その3体を指定しました。はい。で、エルネーゼ召喚によるコアチャージで、はい。で、フラッシュを返します。はい、フラッシュはないです。はい、なかった。では約束の魔女エルネーゼでブロックします。はい、ブロック時効果デッキから2枚発揮して、ボイドからコア1個自分のライフに置きます。さあ、せっかく打ったライフが回復してしまった、はい、そして BP も負けている。フラッシュはこちらはないです。はい、では、こちらのフラッシュはないので、では BP が8000です。では破壊されます。はい。で、アタックができないので、このままちょっと不用意なアタックだったかもしれません。効果そうですね、まあ、アタックするにしてもやっぱりレベルが低い方からアタックしとけばよかったかなとは。で、ねでは、マシュミラージュ、はい、とかとオープンされた時、この方が手札に加わりますね。はい。で、コズミクシールを手札に戻すことで、残すでセットします。はい、これでターン終了です。はい、ではこちらのターンでコアステップ、はい、ブローステップ、あ、もうホーリーサイン使われたらそうですね。もうネクサス効果発揮しませんよ。ホーリーサインを使用します。自分はデッキからの下から1枚ドローします。はい。で、さらに自分のライフが5以上の時、次の自分のスタートステップまで相手のグランウォーカーネクサスとネクサスのシンボルをゼロにして効果を発揮させません。はい。続けて、では3コスト、2軽減、1コストで黄色の世界を配置します。はい。では対象のカードが出たのでデメテールにコアチャージします。で、黄色の世界効果でこのターン相手のスピリット1体をマイナス6000し、 BP が0になった時破壊します。ではリーディングオリックスをマイナス6000して0になった時破壊します。はい。ではそのまま何もなければ破壊されます。はい。では、7コストで4軽減、4コストでメルディアナ召喚します。はい、メルディアナ。では対象のカードが出たのでデメテールにコアチャージ。はい、はい、メルディアナの、召喚時効果このターン相手のスピリットアルティメット1体を BB-1 万できる、この効果はカウントと同じ数追加で発揮できるんですが、カウントは0なので一度マイナス1万を発揮して BP が0になった時破壊します。はい、では収録を開始します。はい、さあ綺麗に除去を行ってきました。うん、そうですね。それでは、デメテールのグランスキル使います。はい。デッキから2枚破棄して、下から1枚ドローします。はい。さすがにこれ以上の召喚値はないか。そう、打点は足りてるんや、こっちは。2、2か。そう。だから、引くか、多分殴るかでもやってる。では、アタックステップに入ります。はい。メルティアナでアタックします。はい。メテールのグランフィールドが発揮しているので、ダブルシンボルでブロックされない状態で2体います。はい、ダブルシンボル、ダブルシンボル。はい。はい、さあ、いかがでしょう、このまま。4点取られるのか。フラッシュはないです、うん、フラッシュなし。はい、フラッシュこちらもないです。ではダブルシンボル、はい、どうぞ。ライフ2点受けた。ライフで受けました。現状時何か提示ありましたら。こちらはないです。はい、はい、かしこまりました。ではアタックを継続して、はい、さあエルネーゼでアタックします。さあ、はい、ダブルシンボル、ダブルシンボルアタックしてます。はい、それではフラッシュタイミング、はい、ここはね、オラクルセブンオーバーチャージします。このターンの間自分のライフは相手の効果とコスト4以上の相手のスピードアイテムとのアタックではゼロにならないです。残りますよと。フラッシュ、はい、フラッシュはないです。ではそのアタック、コストが7なのでライフで受ける、はい、ゼロにならないです。かしこまりました。うん、ではこれでアタックステップ終了、エンドステップターン終了です。はい、ではこちらのターン帰ってきました。シュクリさんです。うん、ただシンボルはない。ネクサスは効果はしません。効果せずにシンボルがゼロですね。はい、そうですね。さあ、どういう手を打ってくるのか。はい、アルテミスの対処シンボル、うん、はい、はい、どうぞ。さあ、シンボルとしては機能しません。ネクサスとしては機能しませんが、はい、シンボルゼロ。苦
苦しんでますね、しくりさん。はい、では、はい、このままエンドステップ。はい、うん、何もできなかった。マシンミラージュの5番、うんうん、2枚マークテリクスと。マークテリクス。お、防御札が引いた。なるほど、ちょっと入れ替えた。セット時効果。はい、床を戻します。木の世界強制で戻しますので手札に戻るか。では転生いただきます。はい、もうここは転生選んだ。木の転送心転生でカウント1。はい、転生時あるんですが対象いないのでこのまま解決で。はい、であればこのままターン終了です。ではこちらのターンを返しました。コアステップ。防御札を抱えた状態で何とかしたいっていうところですか。そうですね。しかし今一度ホーリーサインを打たれてしまうときついかな。では、3コスト2点再びホーリーサイン。いました。使用します。強っ。デッキの下から1枚ドローして、はい、自分のライフが5以上の時自分のスタートステップまでネクサスとガクランオカの効果が効きないです。では、1コスト支払ってゴッドシーカー、ドロイドの占い師セイラム召喚します。はい、召喚に、よるコアチャージ。はい、召喚時効果を、ここでのコスト3のスピリットは強い。デッキ上から3枚オープンして、その中の、ゴッドシーカーと往復マナイ期限決心を持つキーのカードとデメテール1枚加えるので、ではビーナを回収します。はい、うん、ではアタックステップ、メルティアナでアタックします。はい、でアタック時効果ボイドパラコア1個を自分のライフに置きます。はい、で、ダブルシンボルでブロックがされず、ゴッドシーカーの効果でドーマーを持つコスト4以上の自分のスピリット全ては相手の効果でフィールドから手札で一気にバーンス耐性をつけています。さあこれは、はい、アタックシーンがダブルシンボルでブロックされない。ブロックされない、はい、バーンス耐性つけられるとどうしようもないですね。そうですね、ちょっと、いやードーマーは相変わらず強い、はい、フラッシュタイミング。はい、フラッシュタイミング。ご存知しない。50きちい。相手のスピードアテンド一体をデッキの下に戻します、うん、ではゴッドシーカーで、はい、対象にします、うんうん、で、まあ、その後効果ありますがここは使わないです。はい、ではそのままデッキの下に戻ります。はい、こちらこれはエクストリームカードの構えなのか。はい、ではいかがでしょう。フラッシュタイミング。はい、フラッシュタイミングありません。ないです。ではライフで、はい、受けて自分のライフがゼロになる。ゼロになるとき発動する。なるほど。エクストリームカード。おお。使用。はい。強烈なエクストリーム。うん。はい。エクストリームカード開きました。自分とこのカードはこのカード以外の効果を受けず、このカードは自分のターンでは使用できない。自分のデッキが相手の効果で破棄されるか、自分のライフが相手によってゼロになるとき、このカードをゲームから除外することで直ちにこのターンを終了させる。なるほど。まあ、さらに自分のライフが0になるとき1になるように置きますが、まあ1なので特にそこは関係ないですね。なので、はい、直ちに、直ちにターンを終了、ターンを終了させました。ターンを除外されます。はい、マジか。うわ、あ、2枚目強い。使わせた、使わせた。ガーリア2人目ですね。使わされてしまったな。こちらのターン、はい、でまたアルテミスの対象では何もない。はい、そうですね、そうですね。今日の挑戦者は強い。そして相手のライフは6点。消費クララを召喚。はい、了解です。召喚時効果で、自分と相手の手が同じ枚数になるので1枚ドローします。はい、どうぞ。1枚ドロー。1枚ドロー。なんだ、君か。君なのか。ちょっと違うような感じの。では基礎基準アークテリックスを召喚します。診断のカードですね、はい、召喚時効果で相手のバーストを1つ破棄できる。その後自分の手札にあるミラージ効果も白のスピリットカード1枚をコストを支払わずにセットできます。なるほど。召喚時効果で相手のバーストを1つを破棄できる、はい、その後自分の手札にあるミラージ効果を持つ白のスピリットカード1枚をコストを支払わずにセットできるので
はい、出るところ、コスモサイラッシュです。はい。さあ、これセット時は自分が系統を基準を持つスピリットカードを召喚するとき、その軽減シンボル白3つを満たします。はい。では、それに。さあ、さらに動く。表現収録しようか。はい、うん、手札減らしてきた。即コストアクララ確保。これはプッテリクスヒューマンモードを転生して相手の手札を切る作戦に出ましたね。奇襲ドックからアークフェリックスをレベル2。はい、奇襲ドックは勝率、うん、それではアタックステップ、うん、はい、しかしもう奇襲アークフェリックスでアタック、これがラストアタックになりそうですね。このスピリットがアタックした時、系統奇襲を持つ自分のミラージュが設置されていたら、このスピリット裏返します。転生カウントプラス1、転生時効果、はい、相手のスピリットアルティメット2体をデッキの下に戻せるなので、はい、2体をデッキの下に戻したいです。はい、デッキの下に戻ります、はい、でその後、自分の手札の枚数が相手に少ない時、同じ枚数になるように相手は相手の手札を自分の手札と同じ枚数になるように破棄してください。はい、かしこまりました。エルフィーリアとパイオニアリキテンシファナイル2枚破棄します。はい、でアタック中で幻想光でこのスピットはブロックされないと効果を持っていますという状態で、一番下で、一番下弱めで、はい、戻しましたが、はい、戻ります。あまり大したダメージにはならなさそうですね。ではテズモフォロスが出てきた、手札から豊穣の上神テズモフォロス、手札にあるこのカードはローマを持つ自分のスピリットが相手の効果でフィールドを離れた時、相手のスピリット1体をデッキの下に戻して1コストを支払って召喚できるので、はい、アークプテリクスデッキの下に戻して1コストで召喚します。さあ、せっかく転生しましたが、はい、デッキの下に戻ります。さよならアークプテリクスさよなら。で、対象のカードが出たのでコアチャージ発揮しますね、はい、さあ、しかしこれでも開始のマジックを打つためのコアもなくなりましたね。はい、ないです。でターン終了です。ではこちらのターン、コアステップ、ドローステップ、グランスキルで、3つボイドに送って早速デッキの下に戻ったカードを回収します。下から1枚ドローします。はい、では、手札から7コスト4軽減3コストで提供をメルディアナ3コストで召喚します。はい、さあ、これもレベル3にすると自分のライフが増えるとき、ライフを増やす代わりに相手のライフの攻撃を取らしに置けるので、はい、レベル3でアタックしちゃえばというところですね。そうですね、2段構えでライフを取りに行く、召喚時効果は発揮しません。ではこの形でアタックステップに入ります。はい、聖教皇メルディアナでアタックします。レベル2アタック時、ボイドからコア1個自分のライフに置くを、レベル3の効果で自分のライフが増えるとき、ライフを増やす代わりに相手のライフを1個トラッシュに置きます。はい、ではライフが増えるときに何もないので、はい、ライフできる、はい、ありがとうございました。さあ、ディオネさんおめでとうございます。ありがとうございます。さあ、今の戦いいかがでしたか。いや、もう結構自分の手札がすごく良くて、結構戦いは楽だったです。エクストリームカードも使わせてなお勝利ということで素晴らしかったです、はい、さあ、シクリさん、はい、いやちょっと厳しかったですね。そうですね、このデッキの半分ぐらいがスピリットのミラージュなんですけど、それがこのコスモライスサイラシー最後のドローまで来てくれなかったので、あ、なるほど、速攻ですね。いや、あと強かったですね、ドーマ。あー、強いですね本当に。続いては3人目のガーディアンでございます、うん、すごい、頑張ってください、はい、続いてまいりましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。次回、ついに赤のガーディアン荒井良平に挑む。今回持ってきたのはドラグのデッキです。荒井さんですけど、はい、いかがですか。予想している荒井さんのデッキだとおそらく大丈夫だと思われます。はい、もうエクストリームカードも込みで荒井さんも倒したいと思います。できればそこまで僕をね、追い詰めてもらいたいもんですけどね。まあ、私ユーザー戦勝率 100% なんでね、
キング戦進出をかけた大一番。果たしてバトルを制すのはどっちだ。バトスピニュース。バトルスピリッツコラボスターターエヴァンゲリオン目覚めの時が12月18日土曜日に発売予定です。さあ今回はですね、その中から転生 X レアスピリットをご紹介します。それがこちら、ドーン、エヴァンゲリオン試験初号機決意の出撃。さあこのカード転生すると、ドーン、エヴァンゲリオン試験初号機疑似進化第一覚醒形態。長い名前、ありがとうございます。まずね、目につく特徴として、AT フィールド出た持ってますね、はい、AT フィールドはね、エヴァンゲリオンはもちろん使徒も持っている、もうエヴァコラボ全体の専用効果となっております。効果は、特定の間ソウルコアが置かれている相手のスピリットからしか効果を受けなくなるというものです。はい、まあ、このカードはね、アタックかブロックの間限定となります、なりますが、マジックや手札から直接使うカードの効果は受けなくなるんでね、フィールドから除去されることを気にせずに攻めることができる効果となっております。はい、だからね、このエヴァンゲリオンからバトスピを始めるという方にもね、優しい効果となっているんじゃないでしょうかね。そうですね、はい、ただですよ、ただソウルコアが置かれたスピリットの効果だけは受けてしまうので気をつけてくださいね。はいはいはい、エヴァコラボではパイロットのブレイブがソウルコアが置かれているものとして扱う効果を持っていたり、使徒はソウルコアを置かないと本来の効果を発揮しないなどね、これね、あのソウルコアの扱いが非常に重要になってきます。はいはいはい、はい、なんかソウルコアってあの、まあ、ソウルって書いてるだけに、もちろんね、魂的な扱いなんじゃないでしょうか。なるほどね、ルフラン的なね、まあ、どう原作の要素をね、うまくゲームに落とし込んでるか、非常に楽しみでございますよ。はい、さあ2つ目の効果は、相手スピリットへ指定アタックができて、そのターンの間アタックステップを終了できなくさせます。おう、 AT フィールドと合わせてアタック時の妨害を防げる効果となっているのがいいですよね。はい、そしてレベル2以上で発揮する転生は、ブロックされた時に直ちにバトルを終了させて転生できるようになっています。はい、これだから BP 負けてても転生できますよってことですよね。ああ、そう、負けないんだ。はい、終点バトル終了させますからね。はいはいはい、はい、その後転生して疑似進化第一覚醒形態になることを考えると、劇中でね、活動限界になってしまった初号機が再起動するということなんじゃないでしょうか。あそこのね、まあさすがバトスピのコラボ、こだわりがね、かよ見えますよ、あの歯の部分ね、はい、歯の部分ね。では転生後どうなるか見てみましょう。はい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 、まず転生時の効果で回復、やはり再起動しますよ。来た来た来た、はい、綾波を返してもらおう。そして AT フィールドが自分のターン中有効になりました。ターン中、はい、でアタック時には相手のスピリット1体のコア2個をリザーブに置き、消滅させれば相手のライフのコア1個をリザーブに置くことが可能です。これも強いですよね。効果でライフ取っていきますよ。はい、はい、劇中ではね、この形態で圧倒的な、ね、強さを見せましたから納得ですよね。もう原作の要素をね、落とし込みつつ、耐性と除去を兼ね備えた強力なフィニッシャーになっているのではないでしょうか。はい、いかがですか、新井さん。いや、なんかこの演出エモいですよね。そうですね。かつこのカードだけでこんなに強いのに、でこれに乗るんでしょ、碇シンジ君が。乗るんです。その効果の噛み合わせがね、もっと強力になると思ったら恐ろしいですよね。怖い怖い、楽しみでしょうがないですね。バトルフィリッツコラボスターターエヴァンゲリオン目覚めの時は税込3000円、税込み3000円です。12月18日土曜日発売予定です。皆さんぜひゲットしてくださいね。